はい、皆さんこんにちは、山秀のマックです。今日は人気のジョーカーブランドから折りたたみナイフをご紹介したいと思います。ジョーカーの折りたたみナイフをご紹介するのは初めてですかね、 YouTube で、はい、こちらです。並べてみましょうか。はい、こちらジョーカーのモデル番号は67番ですね。ポインターというモデルになります。はい、じゃあ1個開けてみましょうか。はい、折りたたみナイフで、シンプルなね、これまあナイフの業界でクリップポイントって言うんですけど、先端がちょっとこう下がった感じで鋭いシャープな感じになってます。はい、でデザインも特徴的ですね。この曲線美というんですか、ハンドルがこうスッと降りてる感じになってます。でブレードまで一直線になってクリップポイントになってるという、こうデザイン的にもすごくおしゃれなナイフになっております。ハンドルは、2種類ご用意してます。今持ってる方がこれオリーブ、天然のオリーブの木ですね、オリーブハンドルになっております。でもう一点の方が、こちらの方がハンドルはこれパカウトですね、いわゆる合板ってやつですね。日本にもよくある合板、樹脂をウッドに含芯して強化木とかパカウッド合板と言います。で、まあ、両方とも作り方は同じような感じで、ハンドルをネジじゃなくて、こうピンですね、 1,2,3 真鍮のピンで打ち込んで留めてある感じになります。でちょっと特徴的なこのピボットピンですね、これもネジではなく完全にかしめてあります。で、サイズ的なところをお話しましょうか。はい、まず全長で 175mm、 ブレードの方は 77mm ですね、 7cm7mm。 そしてブレードの厚み、こちらの方は 2.4mm、 若干、このサイズ感にしては厚めになりますので、結構ハードなことが使えるかと思います。はい、そしてさっきお話ししましたようにハンドルはオリーブとパカウトの2種類から選択できます。はい、そしてブレードは MOV1.4116 というこれステンレス鋼ですね、これジャーマンステンレスですかね、ドイツ製のステンレス鋼を使っております。はい、そしてロック機構はこちら後ろの方のロックバックというね、昔からバックのワンテンからずっと続いてるナイフの折りたたみナイフの、まあ、原点とも言うべきロック機構になってます。背中のところを押してロック解除をして折りたたむ、はい、形になっております。この閉じたラインも綺麗ですよね、このこれがロックバックという機構になります。で、ネイルマークはないので、この辺りのくぼみを指でギュッと押し上げて開けるとロックがかかりますので、使う時にはもう安全安心ですね。ブレードが倒れることはありません。そのまま使うことができます。ちょっとこんな感じのナイフが1本キャンプで持っていったら、とステーキを切ったりとかソーセージ切ったりとか、1本あるとクッキングでももちろんこれで木をフェザリングすることもできると思います。ちょっと巻き終わったり運動にはちょっと無理だと思いますが、いろんな用途に使える折りたたみナイフだと思います。はい、いろんな用途に使える小型の折りたたみナイフだと思います。ジョーカーの、シースナイフ、あのエンバーなんかのシースナイフを1本持っていったら、そのジョーカーブランドで揃えて折りたたみナイフもサブナイフとして持ちたいっていう方も見えるんじゃないかなっていう、あのメインナイフとお揃いのブランドで持ちたいっていう方にはおすすめの1本だと思います。はい、いかがだったでしょうか。概要欄に山秀オリジナルサイトのリンクを載せておきますので、詳しい情報についてはそちらをぜひご覧ください。またお求めもそちらから可能です。今後も刃物やアウトドアに関する情報をたくさん発信していくので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ありがとうございました。